はい、円満相続税理士法人の税理士の立花です。今日は10分で学ぶ全体像、相続のことどこから勉強すればいいですかという内容でお話をしていきます。このご相談よく受けます。すごくですね、相続のことをこれから勉強していこうって思っているんですけれども、一体何から勉強していいのかが分かりません。どこから手をつけていいのか分かりませんというご相談なんですが、このご相談に対して、私なりにまとめた結果というのを今日ですね、6つのステップに分けてお話をしていきたいと思います。この順番で勉強するのがおすすめですよという内容ですね。1つ目、まずステップの1は民法相続法というものを勉強していただくことをおすすめいたします。法律を全部勉強しろというわけではなくて、一部分だけでいいです。で、この相続が起きてしまった時に、この財産を分ける、相続ですよね。で、この相続には大きく2つの種類のルールがありまして、1つは遺言書がある場合、そしてもう1つが遺言書がない場合、ここで大きく変わっていきます。で、遺言書がある場合については、遺言書の内容の通りに財産を分けるのが原則です。そして2つ目、遺言書がない場合には、相続人全員での話し合いによって財産の分け方を決める。これが大きなルールですね。簡単ですよね。で、具体的にこの民法相続法を勉強していただく上では、この4つさえ押さえていれば私十分かなと思っていて、1つ目が法定相続人。これは財産を相続することのできる権利を持っている人は誰かという内容が、まず相続人は誰かということです。そして2つ目、法定相続分。これはですね、分け方の目安として設けられている割合があります。で、よく奥さん2分の1、子供2分の1を、2つに割って4分の1、4分の1なんて言ったりする、その分け方なんですけれども、法定相続分はあくまで分け方の目安なので、その通りにやらなくちゃ絶対いけないってわけじゃありません。相続人全員の同意があれば、法定相続分以外の分け方にすることも当然可能です。そして遺言、遺言なんて言ったりもするんですけれども、紙に書いたりだとか、公証役場で作ったりもするんですけれども、亡くなってしまう方のですね、お気持ちをあらかじめ作っておきましょうというのが遺言です。そして遺留分。これはですね、遺言書を作った時にしか出てこない概念です。なんですけれども、遺言書で例えば、次男はゼロよと、あんたには財産を渡さないわっていうのを作ったとしても、最低保障されている部分があります。それを遺留分と言いますが、この遺留分の勉強まではですね、絶対していただいた方がいいです。ということで、この4つさえ押さえておけば、まずはいいかなっていう感じですね。なので、まずここから勉強していただくことをお勧めいたします。そして2つ目、ステップの2は相続手続きについてです。で、これはですね、なんでステップ2にあえて持ってきたかっていうと、いざ相続が起きた時に慌てないようにするためです。どういう手続きが必要なのかっていうのをですね、頭の中に少しだけ入ってるだけでも、いざですね、そういったことが起きてしまった時の落ち着き具合っていうのは全然違います。で、具体的には期限があるものが1つですね。そして各種専門家の違い、この2つを押さえていただくだけでも、いいかなって思ってます。で、期限があるものというのは、大きくなくなってしまってから3ヶ月、4ヶ月、そして10ヶ月目、3、4、10というところに期限がございます。で、3ヶ月以内に来るのが相続の放棄といって、亡くなってしまった方が借金たくさんありますよというような場合には、そのままほったらかしにすると、その借金を相続しなくちゃいけないことになります。で、こういったことが嫌ですよといった場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所に行って、私は相続したくありませんといったことをしないとダメなんです。なので、そういった相続の放棄、この期限が3ヶ月以内。そして亡くなった日から4ヶ月以内に来るのは、所得税の確定申告の期限が来ます。で、所得税、毎年3月15日が期限なんですけれども、亡くなってしまった方の確定申告は、亡くなった日から4ヶ月以内に行わなければいけない。ただです、亡くなってしまった方の確定申告はですね、結局納税額ゼロ、税金ゼロとなって申告しなくても良いケースもたくさんあるので、これは人によってケースバイケースです。そして10ヶ月以内に来るのが相続税の申告、そして納税の期限ということで、この3、4、10というところにですね、期限がございます。で、専門家の使い分けについてはですね、詳しくはお話しないんですけれども、相続税がかかる場合には、まず相続に強くなくてもいいんですけれども、税理士さんに相談していただくことがいいかなと思います。
で、揉めてる相続については仲裁に入れるのはこれ弁護士さんだけなので、他の専門家よりも、その弁護士さんの方がいいですね。で、税金もかからない、そして揉めてもいないという場合には、司法書士、もしくは行政書士がいいかと思います。名義変更の手続きについては、一番ピカイチかなと思います。そして、3つ目、相続税の基礎ということで、ここが大事になってくるんですけれども、相続税はですね、全員が全員にかかる税金ではありません。税金のかかる人とかからない人がいます。で、相続税がかかるかどうかによって、今後行っていく対策ですとかも、それこそ勉強していただく内容も大きく変わっていくので、申告がまず必要になるのかどうかっていうことをですね、抑えていただくのが一番大事かと思います。ですので、ステップの3は基礎控除と呼ばれるもの、相続税の基礎控除、そして申告が必要になるケース、そして相続税の計算方法、この3つを勉強していただくのがおすすめです。相続税の計算方法は余裕のある方だけでもいいかなと思います。で、具体的に言うと、相続税のかかる方というのは、財産額が基礎控除を超えた人だけです。で、基礎控除というのは何かというと、皆さん一律に引ける金額があって、具体的に言うと、3000万円プラス相続人の人数かけることの600万円です。ですので、例えば相続人がこう3人いますよというご家族であれば、3000万足すことの 3×600、サブ618ですね、の1000万、1800万足すことの3000万なので、4800万円までは相続税はかかりません。ですので、亡くなってしまった方に、がですね、4800万以下に財産がこう収まっていれば、そもそも相続税の心配はありませんので、税金のことは考えなくてよいということになっていきます。で、相続税がかかりそうだぞという方におかれましては、ステップの4番、財産の評価方法を勉強していただくのをお勧めいたします。で、具体的に言うとです、不動産の評価、そんなに難しくありません。路線価かける面積をすればいいだけっちゃだけなので、奥は深いんですけれども、抑えていただくものはそんなに深くまでやる必要はないので、不動産の評価をさらっと勉強していただくのがいいかと思います。そして生命保険の非課税枠、500万かけることの法定相続人の人数分、生命保険非課税です。ここも知っていただくといいかなと思います。で、ステップの5、小規模宅地等の評価減、ここで少しだけ難しそうなワードが出てくるんですけれども、私の他の動画でも解説しているので、ぜひ見ていただきたいんですが、亡くなってしまった方が自宅として使っていた土地については、配偶者か、もしくは同居をしている親族が相続をすると、自宅は80%の割引を受けることができます。これ、めちゃくちゃ大きいですよね。この特例が使えるか使えないかで、それこそ税金が出る出ないが変わってきたりだとか、税金が何千万変わるっていうことがザラにありますので、ここはですね、ぜひぜひ勉強していただくことを強くお勧めいたします。で、ここまで来たら、あとはですね、その他の相続税対策ということで、相続税をですね、の負担を少なくするためには、例えば生前贈与を積極的にやった方がいいだとか、小規模宅地がちゃんと使えるような遺言書を作っておいた方がいいだとか、そういったことあるんですけれども、ここまで来たら、あとは自分のその趣味と、趣味じゃないんですけど、自分たちのご事情に合わせて必要のある勉強をしていただければ、それで十分かなと思います。ということで、10分で学ぶ全体像ということで、時間少し余ったくらいなんですけれども、ステップの1というのは、まず民法を勉強していただく必要があります。特に法定相続人、法定相続分、遺言、遺留分ですね。この4つのワードっていうのは、自分で説明ができるくらい、腑に落としていただけると、いいんじゃないかなと思います。で、2つ目は相続手続きですね。いざ相続が起きた時に焦らないようにするために、どういったことが必要になっていくのかっていうのは、頭の中に入れておくと、本当にそういう時があった時に焦らなくて済むので、おすすめです。で、3番目、これは相続税がまずかかるのかかからないのかっていうところの把握、これが大事になってきます。なので、相続税の基礎控除のこのところだけはしっかり押さえていただいて、で、そうですね、まず自分に税金かかるのかどうかっていったところ、ここを勉強していただく。そして、4番目が財産の評価、不動産いくらくらいなのかなって、そんな難しい話ではありません。で、5番目は小規模宅地等の特例、これ自宅が8割引になるかどうかということですね。こちらのお話です。そして最後は自分に合ったものを勉強すれば、これで十分かなと思います。
ということで、今日は10分で学ぶ全体像、相続税のことをどこから勉強すればいいですかということについてお話をしていきました。ご清聴ありがとうございました。